ジーモン・シュベンデナー。ジーモン・シュベンデナーは、スイスの植物学者である。ベルリン大学の植物学の教授を務めた。地類の研究士において、重要な人物である。ザンクト・ガレンのブスス出身である。1856年に、チューリッヒ大学で学位を得た後、チューリッヒ大学のカール・ネーゲリの助手を務めた。1860年に、ミュンヘン大学の植物学の教授となり、 1867年からバーゼル大学の植物学の教授、バーゼル植物園の園長を務め、1877年にビルヘルム・ホフマイスターの後を継いで、チュービンゲン大学の植物学の教授、1878年から引退する1910年までベルリン大学の教授を務めた。植物生理学分野の研究で知られ、植物の構造と、 その機能の関係を研究した。気候やそれを構成する抗変細胞の機能や歯の運動に関係する幼虫や樹液流のメカニズムなどの研究で業績を上げた。1887年に地類が藻類と菌類の二つの種からなっているという仮説を発表し、当時の地類の専門家、ウィリアム・ナイランダーらからは多くの否定的見解を受けたが、後に認められることとなった。 1912年、ヘルム・ホルツメダル受賞。シュベンデナーの教えた学生や助手には、カール・エリヒコレンス、ハーバーラント、コルクビッツ、ハインリヒャー、ベストマイヤー、ホルケンス、オット・ーバーブルクラの有名な学者がいる。シュエンドは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジーモン・シュベンデナーを示すのに使われる。ありがとうございます。